はい、どうも、ウニウチョウと申します。どうぞ、リーグが、始まりました。そして、サムネとタイトルにある通り、私の後ろ取りにね、革命がとうとう起きてしまいましたという話でございまして、はい。で、まあ、サーブとリーダーを変えたんですけど、サブリーダーは、フォアガです。リーダーからサブに変更しました。そして、リーダーは、こちら、ピクシードラゴンですね。まあ、まだ30フルなんですけど、正直27フルでもう全然こいつは強かった。のフリーやってる感じで、ね。で、俺の今までの戦い方は、まあ、取り柄たくさん取って、まあ、守って、まあ、1分切ったら、まあ、フォアが出して、みたいな。で、まあ、ゴレガで守ったり、みたいな。相手のやることに対して、こっちが順応していく、みたいな感じだったんですけど、180度変わりましたね、本当に。戦い方がマジで180度、本当に変わった。もう、楽しくて仕方ないんですよ。戦うのが負けてもおもろいです、正直今。でもどんな感じで勝ったのかね、見てくれたらって感じで。ちなみにゼウスとパピオンとあと魔導とデビルはマジきつすぎるんでやめてもらいたい。あとパンダね。いやゼウスだ、ちょ待って、本当にやだ。ちょっとさ、もうやだって言ったじゃん。だからゼウスマジもうゼウスだけはちょっと避けたかった。本当に負けしかないんで、ゼウスにはほぼ。せっかく新しいなんか固定紹介しようっつってやってるけど、相手はゼウスだと話は変わってきちゃいますよねって感じで。で、さあ。禁止負けがただひたすら怖い。バルキリー。ピクシー行くか、もう。ニジマーマン。ゼウス来るはず。来たね。トロールもいいんだ。ちょ、まあ、ヒってくんないかな、早く。そっちじゃない。やっぱゼウス勝てねえ。強すぎる。こいつ。そのフォアが。取ってくんないかな、取れないか。取って。無理か。いやー、まあ、ゼウスには勝てねえっすね。ただまあ、ワンチャンあるんで。いやー、マジか。ちょ、なんでバルキーじゃないわ。さっき前行かないの。いや、負けだ。ダメだ。ちょっとゼウスだけともやりたくない、マジで、本当に。やりたいこと全部が無に帰る。負けですね、これも。いや、全然勝てねえな、なんか。ちょ、なんか、変な人、ちょ、やめて、変な人じゃないけど、ゼウスはちょっと本当に勘弁してくれ、本当に。全然変だけないつよ、やばいよ。もう1200台行ったんじゃない？いやー、こんなはずじゃない。マジで。こんなはずじゃないって。ちょ、レードラーと走。あー、最強。バサカニータイで、トリデオ3戻る。まず。いや、マジでお願い、バサカ。偉い。ギリギリ偉い。これステルで取れるじゃん。OK。もう、じゃあ。なんでお前ゼウス持って、じゃあもう、レイドラ3体。キメラもいいんだ。いや、勝ったはず。もうこういうことよ。そう、こういうこと。ピクシーで相手の方を釣ってフォアが出さず。もうこれだけ。カエルは、蜂がいるから大丈夫。ハーピーだけだるいけど、カエルは蜂がいるから大丈夫。
勝ったね。いやー、危ねえ、ゼウス。サイドのゴブリン。まあ、取り合い取られたくないんで、一応出しておいて。OK。そう、これが毎回できればね、いい。まあ、伝わったかな、なんか、俺の戦い方が。ごめん。今、1200しかないんだ。俺、ごめん。1200しかないよ、嘘。1300しかないんだ。ちょうど1300くらい。ごめん。さあ、ワイルドハイクロプス。まあ、正直、ピックドラと、フォアが2枚ぶっこ抜きされちゃうのが嫌だ。ちょ、バサ、いや。頼む、レーザー。うお。まあ、要は自分から仕掛けるみたいな。自分から仕掛ける戦い方を今後しようかなって思ってて。とりあえず、ピクシー即切りっていうのはセオリーで、考えてるんですけど。ピクシーを即切りした後の対応がまだちょっと、この固定慣れてなくてわかんないんで。そのレドラ美味しくね。エンジェルやばい。早くボールキャノンやってほしい。あ、やってくれた。ラッキー。そこもタレブ。まあ、ゴスは流してキラービーかな。で、サイクロ多分上に来てくるはずなんで、そこに対して下にピクドラ。鳥が取られちゃったけど、まあもう後ろはいい、キラービーがいるから、もう何でもいい。もう後ろはキラービーがいるから何でもいい、マジで本当に。お前だけやっといて。ダメやりで、後ろ。ああ、もうキラービー強すぎ。なんだこのキャラ、考えてやつ呼んでこい。いや、でもまだね、下手だよ、下手。ちょっと下手なとこあるけど。まあでも、正直、フォアかこれかよりかは、こっちの方が楽しいし、楽しい。うん。結局、楽しいのがいっちゃうんすね。はい。さあ、アーチャーリーダー。アーチャーリーダーもなんかもう。いや、この札最強だな。でもな、ケット死ぬわけとかがキラービーだったら全部勝つだな。まあ、なんだかんだ言って、レーザーとキラービーが一番強えんで。いやー、アーチャー流してキラービーで刺したかったな、これ。いや、まあ、めちゃくちゃキラービー欲しい。まあ、まあ、ダメ。本当にお願い。あ、さすがに。マミーじゃ無理？うっ！無理か。上にピクシーかな、もうこれ。あ、そっちのフォアガム、ほんと。グラグラ、ゴレ。フォアガはもう見ない。まあ一応見とくか。1レーバーで。ちょ、まだ取れない、取りで。OK、取った。ここ、勝ち。いや、待って！あのさ、なんで死んでないの、お前。いや、前でしょ。お前だけやって。ケトシ頼む。箱にしてくれ。えらい。いや、負けた？いや、惜しい。いや、マジでこれさ、ケトシがなんでバーサーカー殺してくんなかったの、あれ。あれさえなければさ、まあいいや。まあ、てな感じで強ピーマピーは戦いするんですけど、まあ正直この戦い方が楽しいんで。まあ、こっからも、こういう感じで、行こうと思ってます。自分から仕掛けるっていうのを、セオリーで。
で、まあ、あれかな。まだまだちょっと下手なんですよ。全然全然。まあ、こっからね、まあちょっと細かく上手くなろうと思ってるんで、つなげて、ユニー YouTube でした。また次回の動画でお会いしましょう。いえ、さよなら。